申し訳ありません。私たちではどうにも。綺麗な顔しとるじゃろ。死んどるんじゃぞ、これで。もう動かないんじゃぞ。エリザベートか。ペトラルカもあれで優しいとこがあるんだな。ミュセルも思ったより元気そうでよかったよ。まるで1話分飛ばしちゃったんじゃないかと思うくらいに。お、的場さん。いや、来て早々大変なことに巻き込まれたみたいだね。例のテロリストだけど、どうやら背後には帝国内の反皇帝派貴族たちが。僕は。なんだい？侵略者なんですか？寝られなかったの？まあ、僕は侵略者なんですか？カノー君、我々の仕事は日本の国益を守ることだよ。授業初日だし、緊張するのも仕方ないわよね。はい。物事の定義なんて見方によっていろいろ変わる。侵略者だと君自身が思うならそうなんだろうし、違うと思うなら違うんだろう。あまり思い詰めない方がいい。君は気楽にオタク文化をこの国に流行らせることだけを考えていればいいんだよ。ああ、もう土臭い。ドワーフが同じ部屋にいるなんて匂いが我慢できませんわ。ああ、やだやだ。まったくです。彼らの本業は土ほじり。存在自体が泥臭いと言えましょう。なんですって？あんたたちこそ木を削るぐらいしか脳がないモリザルのくせに。な、しっけな。授業を始めます。静粛に、静粛に。はい、着席。よろしい。私は本校校長であるところの彼、加納新一の助手です。彼だけではなく、私も教壇に立つことがあるので覚えておいてください。よろしくお願いします。それじゃ校長。はい。それでは授業を始めます。お帰り。
見せる。旦那様、ただいま戻りました。ごめん、ここ1ヶ月まともに掃除もしてなくて。いえ、お気になさらないでください。さすがミセルだ。ありがとうございます。旦那様、学校の方はいかがですか？うん、思った以上に順調だよ。新しい知識を身につけようってみんなの熱意がとにかくすごくて、僕なんかの授業も真剣に聞いてくれるしね。旦那様は教え上手ですから。教え上手？僕が？はい、学のない私でも旦那様のおかげで文字を読めるようになりました。旦那様には本当に感謝しています。ミュッセル、今日からいよいよオタク文化の授業に入ります。はい。まずは基本的な単語をいくつか教えていきます。はい。では僕の後に復唱するように。はい。へえ、様になってきてるじゃない。ではレッスン1。ん？絶対領域。絶対領域。いきなりレベル高。先生。ん？はい、ロミルダ君。絶対。何ですか？絶対領域。絶対領域。とはミニスカートとニーソの間に生まれたこの部分を指します。もっと対極的な視点で見るんだ。すみません。ミニスカ、太もも、ニーソが織りなす黄金比率、そこから生み出される究極のチラリズム。あえて言おう、18歳以下のミニスカニーソの着用を法律で義務付けちゃえばいいと思うよ。では次の単語に行きます。レッスン2。履いてない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 。先生。はい、ロイク君。履いてないとは何を？これだよ。履いてない。いや、正しくは履いてないように見えなくもないだ。どっちなんですか？実際に履いているかは問題にあらず、これぞ想像力が織りなす思考のチラリズムなんだ。ではレッスン3。新一君、ストップストップ。何ですか？教える内容が偏りすぎてるから。そうですか？ちょっと私に代わってちょうだい。いきなり校長の授業はレベル高すぎたわね。ここからは私がより基本的な単語を教えていきます。はい。確かにちょっと張り切りすぎたかもな。ま、みのりさんなら一般人が知ってる程度の専門用語を。ではレッスン1。そう受け。そう受け。ん？そう受け。そう受け。総じて受け。要するに周りの人々に愛されまくってしょうがない状態を表す言葉です。ただしこの言葉が適用されるのは男に限定され、もちろん攻める側も全員男です。なるほど、男色趣味のことですね。 BL と言いなさい。BL？ ボーイズラブの略称です。いいですか？ BL というのは男同士の愛を時に甘く時に激しく描いたロマンあふれる文学作品なのです。特にこの作品は。みのりさん、ストップストップ。何かしら？相手は未成年ですから、そういうのはなしでお願いします。そうなの？当たり前です。しょうがないな。まったく勘弁してくださいよ。ではレッスン2。男の子。男の子。先生。はい、ロミルダさん。前に教えてもらった男の子とは違うのですか？イントネーションはしっかり。男の子。男の子。大事なのはここ。見た目は女の子、体は男の子なキャラを指してこう呼びます。 BL において男の子がたまらない要素の一つであり。みのりさん、やっぱりそっちの人だったんですね。一つの要素であり。やっぱ一方的に投げるだけじゃダメなんですかね。どういうこと？この世界の価値観は日本とは違うわけで、このままじゃただの押し付けになっちゃいそうな気が。どうかな。これは。みのりさん？屋敷のそばに見慣れない人影がある。人影？ブルークじゃなくて？彼は登録してるから侵入者警報は出ない。それにブルークなら薬
草むらに潜んだりはしないでしょう。みのりさん、みのりさん、救援を待った方が。大丈夫、相手は一人みたいだから。ちょっと話を聞こうか。で、何者なの？エルビア・ハーナイマン。何者かって言われても、その見ての通り放浪画家っす。画家ね。本当だ、プロ並みですよこれ。新一くん、ああ絵を描くから画家とは限らない。え、バハイラムのスパイでしょうね。スパイっていうか、バハイラム王国、エルダント帝国の隣国よ。エルダント帝国とバハイラムは敵対関係にあるの。当然お互いスパイが行き交っているわ。いや、でも、わお、うわ、これが初めてじゃないの。え、私たちの周りで定期的にスパイの存在が確認されているのよ。思ったより早かったわね。なんすか、私どこに連れてかれるんすか。うるさい、黙ってろ。さあ歩け。監視しているのはスパイだけじゃないってこと。あの子はどうなるんですか。そりゃスパイは見つかったら拷問されて処刑だよね。え、あの子、自分がスパイ活動をしてるなんて自覚がないかもね。え、バハイラムからすれば大量に放った消耗品扱いだと思う。そんな、ただ絵を描いてそれで処刑だなんて。よく来たな新一。それにみのり、ミュセル。皇帝陛下、ご機嫌麗しゅう。うん、楽にせ。はっ。ミュセル、お前もじゃ。あ、はい。ミュセル、体調はどうじゃ。おかげさまで良好です。これもひとえに陛下のご厚情の。おい、新章出伐は祭りごとの基本、それは汝が勝ち取ったものじゃ。はい。で、新一、汝の仕事の方はどうなのじゃ。まあ、なんとかやってるかな。うん、学校にも一度顔を見せたいものじゃが、例の一件もあって皆ピリピリしておるしな。当然です、皇帝陛下はエルダントの国体そのもの。我らも不届き者の駆逐には心血を注いでおりますが、どうか陛下も何卒ご自愛をお心がけくださいますよう。分かっておる。その不届き者の中に昨日捕まったあの子も入っていたり。ちょっと新築、九段のウェアウルフのことか。そうだな、あれはバハイラム王国の密偵である可能性が高い。本当に？確かな証拠はなかったが、状況的に見て間違いない。そもそも密偵の処分は君の仕事とは関係あるまい。それがあるんですよね。ほう、聞かせてもらおうか。オタク文化は基本的に絵が重要な位置を占めるんですけど、受け入れる国によって許される表現のレベルも違ってくるんですよ。国じゃなくて局か。ま、文化や習慣はそれぞれですし、それはこの国だって同じなわけで、日本のオタク文化にエルダントなりのアレンジを加える必要だってあるかもしれないじゃないですか。確かに。そこで絵描きが必要となるんです。こういう人材が身近に一人いると何かと便利なんですよ。お抱え絵師ということか。まあそんなところです。新一。え、やけにそのウェアウルフをかばうな。え、そう？報告によれば若い娘だそうじゃな。そうだったかな。ふん、ひょっとしてその娘、胸が大きかったりするのか。はい。まさか胸が大きいからかばっておるわけではあるまいな。やだな、胸なんて全然大きくありませんよ。むしろぺったんこです。はあ、ほんと勘弁してくださいよ。ははははは。
き違いかな。しーち、この者の胸がどうであると。あのね、ペトラルカ、今一度聞かせてはもらえぬかな。なんだっけかな。ザハール、覚えておるか。ザハールさん、助けてください、お願いします。おひげのとってもキュートなザハールさん。ぺったんこと。くそー。ははん、ぺったんこか。これがな、ははん、新一の基準は厳しいな。だったらわらわたちはどうなるのかな、ミュセル。だー、胸の話はもういいじゃないですか。とにかく彼女は僕が預かりたいんです。ならぬ。密偵は尋問した後、法にのっとり処刑する。わかりました。でしたら彼女がスパイじゃないことを証明してみせますよ。どうなってるんすか。私どうなっちゃうんすか。大丈夫、落ち着いて僕の質問に答えて。それじゃあ君は放浪画家なんだよね。あ、はい。それでたまたま僕の家の近くで絵を描いてたんだよね。そうっす、私東の方から来たんすけど。なあ、東といってもバイラム王国じゃないですよ。バイラム王国が東にあるなんて全然知らないっすから。うん、そっか。ちょっと指輪外すね。みのりさん、バハイラムは東にあるんですか。うん、そうですか。バハイラムから来たからってスパイとは限らないでしょう。とにかくスパイじゃないことを証明しますから。エルビアは好きで絵を描いてるだけなんだよね。はい、という。そうっす。よし。だったら別に軍事機密っぽいところをいろいろな角度から模写しておくれとか、そんなことは一言も言われてないっすよ。給料は1枚につき。もういいよ、ありがとう。茶番はもう終わりか。スパイだっていいじゃない。だって獣耳なんだもの。開き直るな。いや、だから獣耳だからかばってるわけじゃなくて、僕は人として。でもそれはそれとして、獣耳と獣尻尾はいいものなんですよ。ああ、もう思いっきり毛布毛布したい。なるほど、そういうことか。ペトラルカ、お抱え師とはただの口実。新一、貴様、その娘を愛人として囲う気じゃな。愛人、ものすごい曲解だよ。つうか、まだ結婚してないし。意義あり。新一君にやましい気持ちなんて一切ありません。みのりさん、だって新一君はガリウスさんと相思相愛なんですもの。ちょー、何言ってるんですかみのりさん。ちなみに新一君が攻めてガリウスさんが受けです、絶対。ガリウスさんもなんとか言ってくださいよ。なんか変なフラグが。まこと新一の許容範囲の広さには恐れいるわ。 BL は範囲外だから。あの、旦那様が攻めというのはどういった意味なのでしょうか。ミセル、何聞いてるの。それはね、ちょっとみのりさん。あ、耳舐めてるんですよね、それ。あ、もうだから、あの、間違った情報を広めないでください。なんで思いつかなかったんだ。こんなの漫画やアニメにしょっちゅう出てくるのに。おい、何をブツブツと。そうだ、むしろエルビアを僕の手元に置く方がエルダント側にも都合がいいかも。なんだと。この後に及んでまだザレ事を抜かすか。よい、申してみよ新一。彼女をあえて生かしておいて、そのバハイラムってところに報告とかを普通にさせるんですよ。ただし、こっちが教えた話だけをね。本当のことを教える必要はないのです。むしろ逆のことを教えてもいい。どういうことじゃ。わざと間違った報告をさせるということか。ええ、そうすればむしろ相手を思惑通りに動かしたりもできませんか。加納新一、君は奇策奇形に属するやり方ではあるが、なるほど、面白い。ご理解いただけたようで何よりです。ああ、もうこのシチュエーションでご飯何杯でもいけるわ。ぶれないですね、みのりさんは。ということなんですが、ペトラルカ、
やっぱりアジン氏は信用できないとか。そんなことは気にしておらぬわ。まったく新一の周りは女だらけではないか。なんでもないわ。まったく。ミュセル、どうしたのじゃ。傷が痛むのか。待って、俺すぐ医者を。いえ。では誰かに泣かされたのじゃな。誰じゃ、名乗りだよ。いや、その、嘘ついたらハリセンボン飲ませだぞ。いつ覚えたんだよそんな言葉。いえ、お気になさらないでください。そうかよかったね。なんじゃ。いや、ペトラルカって優しいなって。では申し渡す。ヘルビア・ハーナイマン、この者の身柄は加納新一に預ける。よっしゃ。死刑っすか。私死刑になっちゃうっすか。大丈夫、君は絵描きとしてうちで雇うことになったから。え、僕は加納新一、これからよろしくね、エルビア。新一様、よろしくお願いするっす。やわらかい新一。見境もなく盛りおって、貴様のような輩は過ちを犯す前に虚勢じゃ。それだけは。あまり余計な真似はしないでよ、加納君。あのバハイラムの娘、どう思う？引き続き要注意かと。うん、ひとたび油断しようものなら、あのケシクリからのオパーイに目が吸い込まれ、棚心に包み込んで揉み下きたくなることは必要。そうなればさらに。おい、オパーイではない、スパーイのことを言っているのだ。やはりガリウス殿はオパーイに興味なしですか。コメントは差し控える。